皆さんこんにちは。イタリアのミラノ出身、一宮市イタリア国際交流員アレッシオ・ビニエラでございます。よろしくお願いします。本日は教えて国際交流員ということで、イタリアの面白いコンテンツを皆さんにお届けできればなと思っております。本日の動画は歴史編ということで、イタリア史においてなかなか知られてない一般知識について皆さんにお話申し上げたいと思います。では見ていきましょう。実は大昔、イタリア全国のみならず当時のヨーロッパの大部分を統治していたローマ帝国という体制がありました。その政権、都市国家や支配権は全て首都のローマにありました。そしてその市民、イタリア現代人とかなり違って日常生活において意外な一面が多かったんです。その一面が、まあ、当時の社会の魅力が伝わってきますので、本日はその魅力を3つぐらい選ばせていただいて皆さんにご紹介申し上げたいと思います。まずは1、これから当時の時間の計り方について皆さんにお話申し上げたいと思います。ローマ帝国の市民たちはもちろん、時刻計や時間の分け方において現代と全く違うシステムを使っていましたね。具体的に言うと、日そのものは24分割で定まってるんじゃないですか。まあ、その24分割は時を指しているわけなんです。実は昔はそうではなく、夜が明けてから日没にかけての時間帯を12分割をしていたそうです。さらに言うと、今日の、まあ、12時とかですね、昔の6時間目にあたり、そして今日の日没は昔の12時間目を示したわけです。はい、こんな時間の計り方でした。2、これより当時の移動手段について皆さんにお話申し上げたいと思います。必要に応じてローマ帝国の市民たちは移動手段が数多くあり、利用目的や操る人によってそれぞれ違う構成でした。人が利用する交通機関において、ローマ市内で万獣、つまり動物で引かせる乗り物の交通はもちろん禁止されていたため、まあ、例えば剣与や剣闘士の鞍が代わりに使われてたそうです。剣与っていうのは利用者がほとんど裕福な人だったので、その8人から10人の奴隷に運ばれて移動天外に近いものだった。利用者がリラックスしながら横になった状態で快適な移動を楽しめたそうです。さっきも申し上げたように、人口密度がとても高いローマ市内でその万獣の交通は禁止されていましたね。その運搬は死骸のみで許されていて、まあ馬車などいろいろな手段がありました。これは古代ローマ時代の主な手段でした。そして最後に3、ローマ帝国の教育体制について皆さんにご紹介を申し上げたいと思います。その時に教育そのものは非常に重要な役割を果たしました。子育てはまず乳母に任せてから7歳になるまで教育指導者が子どもたちの面倒を見ました。その後、国立や私立においての学校教育は、まあ、貴族的に普段通り行われていました。古代ローマでは独自の教育体制そのものは帝国創立の後に初めて図られたため、それまでにしっかりとした教育体制はなかったということです。まず読み書き、そして簡単な算数から始まって、また13歳15歳になったら勉強を続ける生徒たちが別の新しい教育指導者の下で地理、理科や歴史の勉強を続けました。そして習字の勉強もとても大切でした。習字そのものはもう昔出世に欠かせないものだったみたいなんです。習字っていうのは相手を説得させ綺麗に話す特技です。そして雄弁っていう言葉もありますが、
最も優秀な生徒たちが継続的に教育の最終段階まで進み、主に政治家を目指すエリートでした。以上で古代ローマ時代の日常生活その一部のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。次回また皆さんにイタリアの面白い話をお届けしたいので、どうぞよろしくお願いします。ではアリベデルチー。